おはようございます。塚原農園です。今日はキュウリ栽培の中で抑制栽培ということをご紹介をしていきたいと思います。皆さん菜園のキュウリはどうですか。順調に育ってますかえ。先日までは雨が全然降らず、熱中症になってしまうぐらい気温は高温が続いていましたが、ここ数日1週間ぐらい雨がすごい降り抜いてますよね。 地域によっては電柱ぐらいまで水が使ってしまうほど避難勧告が出るような土砂災害などでも一部地域では起きてますそのぐらい地球がちょっと変わっている気象が変わっている感じがしますでこの抑制栽培というものは今回苗が植えたものがダメになってしまった方向けですね また継続的にやってる方ももちろん大丈夫ですが、もっとキュウリを長く楽しみたいという方向けになります。この抑制栽培というものは、野菜が本来育つ環境、まあ、時期よりも若干わずかに遅れて栽培をすることを抑制栽培と言うんですけれども、ここ近年では9月、秋の飛岸過ぎても結構気温が高いですよね。人が過ごすにはちょっと汗ばむ容器なんですが、 そのような気候をうまく利用しようということで、えー、ちょうど抑制栽培というものが昔よりもここ近年は逆に栽培がしやすくなっています、えー、その中でも数あるキュウリの仕立て方ということで、まあ、前回はこのような地面を這わせるような自肺栽培というキュウリこの栽培方法だと風の抵抗を受けないので ぜひおすすめしたいということでご紹介をさせていただきましたがこのように畑のスペースがたくさんある方でしたら、えー、このいった自梅きゅうりというものをおすすめですがプランター栽培や市民農園など限られた狭い環境の中で育てるにはこのような合掌式などをした支柱、まあ、を使った立体栽培の立ちきゅうりという育て方これがおすすめです。 今回使う抑制栽培のきゅうりなんですけれども品種はいろいろあるのでお住まいの地域で取り扱いのある品種を選んでみてください中でもこのような「大病性抜群」とか「秋鳥りきゅうり」と書かれているようなこういったものがおすすめです野菜は何でもそうですが小袋にはとても大切なことがメーカーさんが伝えたいことを厳選して記載されていることが一番 書かれているのがこの後ろですね見ていただくとちょっと字が若干ちっちゃいんですけれども低温や弱高性に強くベト病やカッパン病うどんこ病に大病性がありますと書かれていますで、ちょうど秋になってくると春先苗を植え付けた後に気象的にちょうど病気がいっぱい出たのがベト病ですよね中でも皆さんベト病に一番多く悩まされた方が多いんじゃないでしょうか このようにベト病などに大病性がありますとか、書かれているものをまず選んでいただければいいと思います。上手に栽培をされている方は病気などを気にせず、味重視とか、えー、そのような食味重視で選んでいただければと思うんですけれども、初めて菜園をやられる方にとっては、まずは味よりも病気に強く環境に適応性が広くと書かれているものを おすすす。めしたいいと思います、はい、次にとても大切なのがこのポットです土を詰めるための容器ですね9センチ、1 0 5センチ、1 2センチと3つ用意をさせていただきました春先に自分で種をまくにはとても小さな9センチポットもうこれで十分なんですが今高温期に種をまくということは乾燥しますよね。 日日中の日出りが強いといとと、うこまた雨が降らないということもあるんですけれども気温がまずずっと一日中朝8時から日が暮れるまで30度をずっと維持しているような環境で苗を仕立てていきますので乾燥による水切れによる枯れというものしおれというものをなるべく軽減させるという目的ではやはりポットは大きければ大きいほどいいです。 というもの大きいとその分この中で広がる根がたくさんいっぱい出てきますので根がたくさんあるということはその分水分をたくさん吸うので日中の高温による異常な高温にも耐えられるということで9センチポットでも十分大丈夫なんですけれども初めてやられる方また少しぐらいうんまた新しく取り入れてもいいよと言われる方はこのような1 2センチポットこれがポリポットが。 おすすめです。はい、もう一つとても大切なものがこちら、バイド、肝心な土ですね。種まきするときに一番これがもう命である土になります。この中にはもともと肥料が含まれているものがほとんどですね。これは育苗バイドというもので、種をまいて苗を育てるために必要な土になります。また畑の土とはちょっと性質が異なってます。いろいろなものが入っています。不要土とか。 いろんなものが混ざっているものが市販ではあると思うんですけれども、はい、その中でも内質安定、粘り抜群、有用微生物入りこのように書かれているものなどをお使いでしたらとても簡単に苗を作ることができますはい、それでは今回は12センチのポリポットこれに種をまいていきたいと思いますのでこれに土を詰めていきます、はい、これはもう春にご紹介をしたようなやり方と全く同じです 土をすり切り一杯まで入れてください大体山にしていただきまして手で余分なバイドをすり切り落とします平らになりましたで、ポリポットには外側と内側になみなみとした線が数本入っていると思うんですけれどもこの線の一番下にバイドが下がるまでにしたいです 平らに擦り切りをしていただきましたら下が平らなところに数回下にトントントンと叩いていただきますとちょうどこのバイドがなみなみとした線の下まで下がりますで、これはとても大切なスペースこれウォータースペースと言い,いまして水を与えるとその水が外にまたバイドなどが外に流れ落ちないようにとそのために必要なスペースになります それではもう一度やってみますバイドを口いっぱいまで入れていただいて余分なものは手ですりきり落としますで下が平らなところで数回叩きつけをしましょう、はい、そうするとちょうどウォータースペースがだいたい2 3センチぐらい開くと思います はい、ポットに種が詰め終わりましたらここでトレイなどを使っていくと簡単に苗を作ることができます。これは水筒栽培などにもよく使われている要はお米の苗を作る時に農家さんなどがよく使っているトレイなんですけれどもとっても丈夫なプラスチックみたいななトレイになっていますこれは育苗箱と呼ばれるものでちっちゃな無数の水切り穴がついております。 これも色々と規格などはあります。穴の大きさ。ただこの育苗箱のサイズは多分全部同じだと思います縦が3 0ンチ、横が6 0ンチになってます一般的な連結ポットにも使えますしこのようなポリポットにも使えるんですね種をまいた後、このポリポットなどはなるべく縁は持たない方がいい持ってしまうとこのように少し脇に 隙間がでできちゃうんですよねそうすると朝毎朝水をあげると思うんですが与えた水がこの中に浸透せずにこのポリポットの内側のこの隙間できたところにみんな流れちゃってでこちらの方からみんな抜けちゃうんですね。で中が全然与えたのに湿っていないっていうことにつながるのでなるべく種ネまいた後はここを持たないようにするためにもこのようなトレイに 置いてから種をまくことをお勧めします。はい、それでは種を開封していきます。はい、これは春に使う種も秋に使う種も同じ品種によって種の大小は多少はありますが、ほとんどが白っぽい卵型をした形の種になります。平べったいですね。それでは種をまいていきたいと思うんです。けれども、このポリポット一つに対して私は？ 一粒ずつ種をまいてほとんど発芽率がいいので一粒ずつなんですけれどもここで初めて栽園をやられる方にとっては二粒ぐらいがおすすめですポリポットのなるべく真ん中に近いところに指で一箇所で構いません穴を開けてください人差し指を使っていただいて約深さ一センチぐらいこれが浅いとすぐに乾燥して発芽不良すごいこれ差が出てしまいます必ず最低でも一センチぐらい あまり深すぎても種が中で腐敗して発芽するまで消滅し,してしまうことがあるので深さは1センチにしておきましょうでは今回は2粒種をまいていきますきゅうりの種はもう普通に横に置いていてください1箇所に12もうこれ落とすだけで大丈夫です これは時期をずらして何度も巻くことができますちょうど気候ではほとんどの品種が巻き時期一緒なんですけれども、えー、九州、暖かいところでしたらこの青いマークですね4月の上旬から巻けるんですけど長くて8月の下旬まで巻けます中国地方、四国などではだいたい4月の中旬から8月中旬関東中間地、4月の中旬から 8月の中旬頃まで。北陸東北などではだいたい7月のちょうど今頃までですね、まあ、中旬まあ下旬に入るかなというちょうど今ベストですねこれギリギリ北海道一部地域ではちょっと時期的に遅いかもしれませんがまだ負けます、はい、種が巻き終わりましたらこのポットの 1cm 深さ穴が開いています ここで脇に少しこんもりと寄っている土を寄せてください。副土してで軽くこのポットの表面を軽く指で全体を押してください。こうすることで種をまいた後のの培土の中の土の乾燥を防ぐことができます。発芽するぐらいまではこれだけで中の水分をキープできます。 この種をまいたところだけスポット的にちょんと押しただけではなくて全体を押すようにしましょうで押す時はトレイなどを使う時はこのように手で持ち上げずに中で、はい、こんな感じでやるようにしましょう持ち上げてしまうと隙間ができちゃいますからね、はい、これで十分栽培することはできますで初めて栽園をやれる方でまた菜園が好きいろんなものを取り組んでみたいと呼ばれる方は 乾燥防止のためにバーミキュライトという石を高温で焼いたものが市販でありますのでそれをバイ毒が見えなくなるまで薄く巻いていただくとそのバーミキュライトが与えた水をたくさん吸い込んで何倍にも膨張しますそうすると午前中いっぱいまままででここのの土の表面がが乾くくとなく発芽がもう2日3日3ぐらししてしまいますそのぐらいすごく便利な副土資材というものがあります。 はい、私がここで近年取り組んでいるものがありますそれがこれイネニカですねこれはポーラス状の計算質肥料という計、ね、算カルシウムというものなんですけれどもこのイネニカを福度でやってみようかなということで取り組んでるんですけどただこれはちょっと今小袋で販売されていないんですね、まあ、農家さんなどでもしやっている方いましたら道の駅直売所などできゅうりほんの少し作っている方いましたら是非稲ニカやってみてはいかがでしょうかというのも カルシウムとかがすごく多く多含んでいるまた計算酸というものが含まれている資材なんですがそれをこの上にかけることによってまず副土資材としての高温による異常な高温をこのポットの中の抑えることが抑制することができます。というのもこれ黒いですよね日中太陽の光が欲しいので当てますがあまりにも晴れ間が続くとこの中が高温によって焼けることがあるんですけど。 イネニカは白いので、まあ、例えば今回は家庭菜向けの動画なので使いませんけれどもこんな感じでイネニカを振ります。そうすると白くなりますよね白は光を反射させますのでもうこれだけでも温度が全然違うんです温度の専用の機械で測ったんですけれども日中の気温が何もしない方のこのバイドの色の黒と白と比べたところ 温度度度差がなんと5度もありましたいいうのはすすごくでかいでか抑えるということもできるんですけれどももう一つが稲にかには計算と呼ばれるものがありまして種をまいた後芽が出て発芽して根が出るそうするとその根からこの計算の中に含まれているものを素それを吸いますそうすると茎葉根粉などが丈夫になるのでひょろっとした徒長内にならないんです。 どうしても日中高温になってしまうので時には寒冷車をかけることがあるんですけれどもまた雨が続くと日照不足ななどにによって徒長になりやすすいんです気温が高いのに太陽の光が少ないと土長になるんですけれどもこの稲うにカがあるとそれが起きにくいゼロではありませんがやらないよりはあった方が土長は明らかに少ないということが 4年間から5年間にかけてやったことによってそれが分かったということで私は今イネニカを要塞類だけではなくてこのキュウリなどの苗を作る抑制栽培の苗にもここ近年取り組んで使うようにやっておりますちょっと難しい話になってしまいましたが家庭菜園の方でほんの少し使う分にはまあ、このようなただ種をまいてバイドだけでもできますけれどもできれば最低でもバーミキュライト 園芸店種苗店さんなどでも専用のバーミキューライトというものがとても安く手に入りますのでほんのわずか上にパラッと振るだけでも発芽に上手にできると思いますのでやってみていかがでしょうか。はい、せっかくなので今回はバーミキューライト2つと稲にか真ん中1つで成長にどれだけ差があるか検証しながらご紹介をしていきたいと思います。はい、でこれを置く場所 今後ずっと苗を育てていく環境なんですが私はこの玄関先でやってみようかなと思いますこちら玄関扉がありますで、玄関の前には軒下、上天井、少し屋根が出ているんですけれどもそのようなところでした雨が直接当たらないのでいいですねで、また風通しもいいですで、太陽の光も日中まあ、玄関になりますので南からの太陽の光も差し込みますしとてもいいです でえー、玄関なんですけれどもこのまま苗を育てるのに犬走りととかかここののよううなタタイルの上とかに直置きベタ置ききベれはやめましょう日中朝1回大体7時8時頃までにはたっぷりと水を毎朝与えていくんですけれどもこれがお昼頃になるとこのタイルや犬走りの上コンクリートなどが熱せられてここの中の 水が高温になっちゃうんですねそうすると種がゆだってしまうで発芽しないで発芽うまくしても根が焼けてしまうことになるので一段宙に浮かせてくださいそこでおすすめなのがこれ角材木でも何でも構いませんがコンクリートブロックこれ一つあるとちょうど大体いいコンクリートブロックの高さが約2 0センチぐらいこれがあればいいですね。 はい、こんな感じ置いていただくで安定するように2つ横に並べるといいと思いますえ風が強いとこう揺さぶられてね煽られてこれごと飛ばされてしまいますので風の強い日などは台風などが発生しているときはえ中にしまっておくようにしてくださいこのようにやっていただくと朝1回水をあげると上の方は乾くで下の方も同時に乾きますそれがすごく環境がいいです 風通しが良くて、下が乾くとまず病気にかかりません。では、最後に水を与えていきます。今回は一般的な水道、水、シャワーノズルどのご家庭でもあるようなシャワーノズル専門のものではないものを使います。はい、こちらシャワーというものでやります。これ細いと中と。まあこれ何ていうかな？外って書いているあると思うんですけど、優しく広範囲に広がるもの。これがおすすめです。 やっていきましょうで手前だけで一箇所でこうやらずに全体的に関係のないようなこちらの方までかかるイメージで多く振りましょう、はい、要はこのように与えないということですね、はい、これで与えていただきましたら大体今 500cc ぐらいを入れましたがこれで10秒。 15秒と少し時間を置いてくださいそうすると今与えた水分がこのバイドの真下を伝って全体的に下がっています間を時間を空けずに与えると吸い込む量より与える量の方が多いので溢れてバイドが偏ったり複度したものが移動したりまた種が浮いてしまうことがありますはいもう一度与えていきます もう種をまいたた当日はたっぷりとでここ数日はもう気温がだいぶ高いので毎日たっぷりと朝一回与えるようにしましょう、はい、たった3つの鉢ですがスポット的に与えたわけではありませんので約1リットルぐらいの水を使いましたでも実際この中に入っているのは大した量ではないんですけれどもスポット的にやってしまうと中のバイドがやっぱり ほぐれてしまうんですよねなのでこう全体的に優しくさっと上げるのがポイントですで日中はこのままにやっていただくであまりにも暑い外で人が過ごすには熱中症危険というような予報が出ているときはおそらくここはかなり高温になっていると思います発芽した後あまりにも高温下にずっと置きっぱなしにしておくと日出りによってしおれてまたバイドが 専用の服装を使っていた場合であったとしてもそれれにに耐えるここととがができずにしおれてままうことがありますそのような時はここへ上に寒冷車をファサッとベタ掛けでも構いませんのでかぶせておきましょう。で夕方3時を過ぎて涼しくなってくる頃になったら寒冷車また外してください。これ夜までずっとかけっぱなしにしておくことは絶対やめましょう。で朝 また水をたっぷりと与えてで日中お昼頃になってあ。もうそろそろ高温期ダメだな。熱中症になっちゃうぐらい。暑くなってきたとなったらまた被せる。夕方、また3時4時5時ぐらいになったら外す。それを約苗を作るのが今の時期でしたら2週間から3週間でできます。多分お盆ぐらい前までにはできると思います。そのようにして管理をしてみてください。 そしてこの抑制栽培のきゅうりなんですが実はこれ家庭菜の方でもちょうど継続して苗を作って育ててきゅうりを食べられるということもいいんですけれども直売所などをやられているる方今巻くととお盆前に苗を植え付けすすことができますちょうどお盆前といえばほとんどきゅうりというものは平年通してきゅうりの供給が少なくなってきますので。 そこを狙って今のうちに種をまいてお盆前に苗を植え付けをするこれすごくいいのでぜひやってみてはいかがでしょうかはい、今日はキュウリの抑制栽培でご紹介をさせていただきました、えー、キュウリが今の時期病気また大雨などによって折れたりダメになってしまった方ももう一度やってみてはいかがでしょうかいつもご視聴いただきありがとうございます Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me?